今日は3月4日で、ここは東京都多摩市の多摩センター駅近くの多摩中央公園になります。今日はここでですね、パークライフショーというイベントをやっていて、その関連の動画を撮っていますが、ハスネマユという人のライブが始まるようなので、それを録画したい感じですかね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。多摩センター多摩中央公園パークライフショー、楽しんでいらっしゃいますでしょうか。今日はですね、私ハスネマユのステージで15時の回やらせていただきます。本日2ステージやらせていただいてますが、その間に、フラダンスのね、アロファフラのコーナーと、それから、チアリーディングの、ね、コーナーとありましたが、こちらはですね、ライブやらせていただきます。よかったらぜひ聴いていってください。よろしくお願いします。これからハスネマユという人のライブが始まります。これも撮りましょうということですね。やらせていただきます。よろしくお願いいたします。ハスネマユと申します。それから、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。彼女よ、彼女よ、ありがとうございます。そしてサポートベース、小倉聡、魂生まれの魂育ち、はい、ということでよろしくお願いいたします。私は静岡、出身の、シンガーソングライターです。よろしくお願いいたします。じゃあ1曲目、曲をお届けしたいと思います。ニューストーリー、始めようか、ニューストーリー、 Tomorrow never 行き出して、大地蹴って走り出す、 Yes 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 じゃん。どうもありがとうございます。よかったらぜひ聴いてみてください。
触れてる。始めようかニューストーリー、つまらない勇気出して、大地に変えて走り出す。夢見ること忘れないで、つまらない夢を見て、大地蹴って手を伸ばして、つかめ君だけのニューストーリー。というわけで皆さん、本日はお天気良いですね。お天気良いですね。お天気良い中、パークライフショーということで、本日皆さん公園での思い思いのね、一日ということでお楽しみいただけておりますでしょうか。ということで本日ね、こちらでライブをやらせていただいております、私静岡県出身、東京を中心に活動してますシンガーソングライターの蓮根真由と申します。あちらにね、看板があります、蓮根真由です。チラシもね、置いてありますので、もしよかったらチラシだけでもぜひもらっていってください。そしてですね、今日は公園の使い方をね、どんな風にね楽しんでいこうかということで、まあ、ある意味社会実験でもあるようなね、そんなイベントなんですよ。そうなんですね。ということで、それぞれね、あのパネルがありまして、それぞれのね催しのところにアンケートがね、あのシールでね簡単に貼れるようにもなってますので、ぜひぜひねチェックしていただけたらなと思っております。あ、すいませんね、ありがとうございます。さっきのフラダンスのねパネルを下げていただいて、スタッフでもないお客様がやっていただいております。ありがとうございます。インターネットでもねアンケート取ってるみたいで、まあね、今日のね催しの全体的なこう皆さんのね、もう遺憾なる、遺憾なき、忌憚なき、ご意見をねいただきたいなという感じになっております。ライブ30分ほどやっていきますので、よかったらぜひ聞いてってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日歌う歌は全てオリジナル曲なんですが、私は森や自然が大好きなので、そのようなコンセプトの曲が多くあります。聴いてください。森は生きているという曲です。そして今死んでゆく、悲しいニュース、知らない場所でどんな時も生き続けよう、愛を求めて時間の不思議とともに、森は生きて森は生きている。世界の秘密を飲み込み
人が生み出すものすべて自然が生み出すすべて光と闇の間でどんな時も光を見たい呼吸してごらん宇宙の真理とともに森は生きている森は生きている世界の秘密を飲み込みながら神様が隠した昔々神様は人間がすぐには見つけられない場所へと秘密を隠しました。深い深い海の底をそびえ立つ高い山頂へエルフの住む森の木の室の中へ美しく輝く湖の大きな魚の住みかへ誰にも見つからないあの場所へと隠したのです。私たちは今生かされている。森は生きている世界した魔法のありかを見つけよう。聴いていただきありがとうございます。森は生きているという曲をお届けさせていただきました。というわけで本日こちらの方でねライブやらせていただいておりますハスネマユと申します。今日はねすごくねお天気なので皆さんポカポカ陽気の中で今日のね一日を楽しんでいらっしゃるかと思いますが、ちょっと時間ありましたらぜひねライブの方見て行っていただけたらと思います。私ハスネマユは東京中心に普段ね活動しておりますシンガーソングライターです。まあ、こういう場所だとね、おそらくカバー曲とかやった方がいいのかなっていうね、聞いてる？カバー曲とかね、やった方がいいのかなっていうね、もうあれだよね、花粉どころでね、でもカバーやらないよ、やらないから、ね、やらないから、やった方がいいのかなっていう感じだけど、オリジナルしかやりませんっていう話ですね。はい、ということで、うん、そうなんですね。なんでオリジナル曲ばっかりなんですが、森や自然に関する曲などなどをね、お届けさせていただいております。そしてベーシストのね、小倉聡、はい、彼は彼でね、多摩市出身で、多摩市生まれで、そしてね、東京を中心に活動してますベーシストでございます。よろしくお願いいたします。
では聴いてください。記憶の花という曲です。ありがとうございます。記憶の花という曲をお届けしました。というわけで皆さん、今日という日を楽しんでますか？今日ね、久しぶりになんかすごい暖かいですけど、これからちょっとね、日が落ちてくるにつれてちょっとね、急に気温が、
下がってくると思うので皆さんね気をつけてください。油断しないでくださいね。もう花粉でそれどころじゃないよみたいな。大丈夫ですか？花粉飛んでますか？大丈夫ですか？ちょっとね花粉症の方もねいらっしゃるかと思いますけれども、そんな感じで今日はね、ご縁をいただきまして、機会をねいただきまして、本日こちらのステージで2ステージやらせていただきまして、このステージが本日最後のステージになります。今日ねチラシをあちらの方にね持ってきております。そしてですねチラシはねご自由に持ってっていただければね嬉しいなと思うんですけれども、CD もね実を言うとね CD はあちらにありますのでね、もし気に入った方がいましたらねぜひね声かけてもらえると嬉しいなと思っております。それでは次はね私の蓮沼舞のオリジナル曲の中で名刺曲でもあるいつもいつもライブで歌わせていただいている大切な曲をお届けしたいと思います。タイトルが成功うどくというタイトルです。皆さん4文字熟語で成功うどくという言葉をご存知でしょうか？ご存知ない？知らないよ。成功うどくって知らない？知らない？4文字熟語なんだ。焼肉定食は知ってるでしょ。焼肉定食って4文字熟語。4文字熟語知ってるよね。知ってるよね。はい、成功読ね。晴れるに耕す、雨に読むと書いて成功う読。晴れた日はよく働き畑を耕し、雨の日はお家の中で心穏やかに読書をして過ごす、そんな悠々自適な生活という意味の言葉、成功読ですが、私なりの成功読という曲をね作りました。キョトンと見てますけどね、ありがとうございます。キョトンと、はい、ありがとうございます。そんな大切な人に喜怒哀楽を伝えよう、そんなメッセージソングです。この歌を聴いてしまったあなたがもしも温かい気持ちになれるの聞いてしまったなれるのなら、こんな幸せのことはございません。温かい気持ちをお届けできたらと思いながら歌います。聴いてください。成功うどく。打ち明けた今はお天気雨
Thank you.